約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。何か腹に入れておくか。ガキどもには見えなかったようだが、俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしい。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きつい。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。少しだけ付き合ってあげようかな。はっ、うん、はっ、えっ、うん、はっ、うん、覚悟しやがれ。あれれれれれれ、覚悟しやがれ。あれれれれれれ、ちょっと本気を出してあげようかな。覚悟しやがれ。あれれれれれ、ヤリック砲。はっ、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 覚悟しやがれ。あれれれれれ、そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれ、フリーザからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。
フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ、その他にオラの知らねえでかい木がいる。誰なんだ、まさかこの感じピッコロか。うん、そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。ジータの毛がどんどん小さくなっていく。あいつも強くなっていったはずなのに、誰の気も感じねえ。みんな殺されちまったんか。嫌がんな、さっさと片付けちまうか。ワクワクすっぞ。力分けてくれ。よっはっ、よっはっ、よっはっ、よし。
嫌だな。さっさと片付けちまうか。
なんか力が出ねえな。みんな、ん？遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん、悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット、そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃ なかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ なかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手で。やっとくたばったか、ベジータ。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことは、でっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。
おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったなあれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。